今日は長田で開催されるまるごアジア横丁ナイト屋台のお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。今年もいよいよ始まりましたね。そうですね、6月から始まっております。はい、何月までですか？10月までですね。はいはい、あの月1回第3金曜日の晩にやっております。私も先月お伺いしたんですけど、ものすごい熱気ですよね。そうですね、まあね、6月から始まる月だったもんでね、はい、待ちわびていた人が一気に来てこられて、非常に賑わっておりましたね。はい、その中には何店ぐらいのお店があるんですか？あの市場内の店舗が、まあ、約10店舗、はい、で工房資産がその合計20店舗ぐらいです ね、うん、ね、はい、あのアジアの食べ物もありますし、うん、永田ならではの食べ物もありましたよね。そうですね、まあ、あの一応切り口はアジアということにしてるんですけどね、はい、まあ、来ていただいたお客さん喜んでいただくということでね、別に絞ってはありますけど、うん、まあ、あのこれでないとダメやいうことはしておりません。うん、はい、なんかあの、うん、入ったところがその狭い通路のところにこういっぱい人がいらっしゃって、もう屋台がいっぱい出てて、そのアジアのどこかの路地に迷い込んだような気分になりました。うん、来られた方皆さんどんな感想を言われますか？ね、同じようなことを言っておられますね。この狭いところにこんないろんな店があって、はい、いろんな飲むのが飲めて、いろんなのも食べれるというので、非常にグループとかね、あるいは家族連れで来られて非常に楽しんでいただいております。ということは、1回来られた方がこう皆さんに口コミで広められて、またたくさん来られるというような感じになってるんですか？それはありますね。うん、というのはあのインターネットなんですか、はい、それからブログ、ツイッター、はいはい、だから携帯でどうのこう、そういったことで、ね、来られた人がどういうか次から次と広げていただいて、でおかげさんで、まあ、どんどんお客さんが広がっていく、はいはい、そういう現象になっていますね。うん、はい、ところでこのナイト屋台はどういう目的で始められたんですか？それはですね、やはり残念ながらね、どこでも同じ現象が起きたと思います。空き店舗がたくさんね、出てきたと。で、まあ、市場としては本当は魚屋さんが辞められたら魚屋さんに入ってもらって、市場の機能を持ったとをやってきたわけです。ところが今のそういうのがなかなか難しくてね、であればもう永田の特色のアジアの方がたくさんおられる、はい、人口の 7% ぐらいはそんな感じですね。 ですからそういう人たちにも、まあ、強制というんですかね、そういったことも含めて仲良くやっていきたいということで、アジアを切り口に、うん、アジアの色を楽しんでいた、そういう目的で始められましたね。はい、あのさっきのお話にありましたけれども、うんうん、市場の中の方だけじゃなくて工房でたくさんの方がお店を出店されているということなんですけれども、うんうん、その時限りの出店ではなくて定着されたお店もあるそうですよね。なんかね、内定あたりで、まあ、どう言いましょうか、お試し飽きないのかね、こういうのを売ってみたいけど、はい、出させてもらってよろしいですか、じゃあどうぞ出してくださいという感じでね、うんうん、例えばあのミャンマーカレーのテテさんなんかはね、1年間5回通じてやられたんですね。はいはい、でそうするともう毎回よく売れてね、で、そのこの市場でそういうこういう店を出したいという希望があって、うん、で出てもらった、はい、入ってもらったんですね。はいはい、で今現在お客さん増えて非常に定着してますね。あ、そうですか。やっぱりその市場の雰囲気が肌に合われたっていうこともあるんですよね。そうですよね。ご主人がミャンマー人なんですけどね、ご主人のお国のミャンマーのマーケットはこういう雰囲気のところなんですと。ですからその、ね、ちょうどこうちょうどそうなんかね、自分たちにマッチングしたマーケットだから、ここでぜひやってみたいということでやられましたね。で、こう5年目を迎えて、今後理事長はこのナイト屋台をどういうふうに発展させたいと思ってらっしゃいますか？市場としてのね、いわゆる昔の市場ということでやりたいのは心の中にはあるんです。でも現状あるいは将来を見据えた場合にとてもね、それは無理だろうと。であれば、まあ、この人ナイト屋台でアジアナイト屋台でね、こんだけ、まあ、活況を呈しているんであれば、これを、まあ、起爆剤にしてね、要するに市場の空き店舗をできるだけそういうね、アジアの人たちに入ってもらって、で市場を活性化したいと。まあ、とりあえずは6月から10月の月1回いうことで、まあ、うまく回ってるもんでね、でそれで押していけたらなとは思ってますけどね。はい、その市場というとなかなか自分の住んでる町以外のところには行きにくい雰囲気があると思うんですけれども、うん、もうそれ以外の方にもどんどん来てほしいということですか？そうですね、いい方に広がっているというかね、皆さんの注目を浴びて、で来ていただいたら、
あ、来たか、よかったと、非常に面白かった、美味しかった、楽しかった、また来月も来たいなと、うん、そういうね、リピーターの方がたくさんおられるんで、非常に何かな、嬉しい限りですね。はい、まあ、あの雰囲気だけは、来られた方が、こう、なんかね、百聞は一見にしかないね、なんぼ聞いとっても、この見たことで、うわ、なんなんこれ、いう感じでね。うん、から非常に楽しいな、美味しいな、いうそういうね、味は一人でもたくさんの人に味わっていただけたらと思います、はい、どうも今日はありがとうございました。失礼します。来週は須磨水族園のクールスポットをご紹介いたします。お楽しみに。